プラズマステルスなど最強ステルス技術複数搭載。見えてきた F3 の新技術。ついにスタートした次期戦闘機 FX 開発プロジェクトですが、様々な憶測が流れています。防衛装備庁の過去の研究内容、開発に参加する各社の技術力などから、ある程度、方向が見えてきているようです。今回は、特にステルス技術に絞って、将来は F3 になるのであろう、次期戦闘機 FX に使用されるスーパーテクノロジーについて考察します。航空機のステルス性を上げるための技術は、大きく2つあり、形状ステルスと材料ステルスです。形状ステルスは、機体に当たった電波を発信源に返さない形状にすることにより、ステルス化する技術で、機体そのものの形状に関するものです。形状ステルスについては、各国とも研究が進んでおり、技術的な差はほとんどなくなっています。材料ステルスは、電波の反射量を減らす材料の技術になり、電波吸収素材やステルスコーティング剤などがそれに当たります。材料ステルスについて日本は、先進技術実証機などで培った技術が、世界的にも高い水準であり、スーパーテクノロジーがいくつもあります。次期戦闘機 FX には、これまで実用化されたことがない、または、されていても限定的であった以下の材料ステルス技術が採用されるのではないかと推察されています。今回は、ステルス技術でも、材料ステルスに焦点を当てて、次期戦闘機 FX の性能を推し量っていきたいと思います。まずは、プラズマステルス技術を使ったプラズマアンテナです。こちらは、2018年度の防衛シンポジウムにおいて防衛装備庁が公開した資料にも記載されている技術で、研究の一部が公表されています。現在、材料ステルスにおいてステルス化が極めて困難な材料としてアンテナがあります。アンテナは電波を放出するという特性を持っているため、形状の工夫や電波吸収体を使うことができませんでした。そのため、従来は突出していたアンテナを機体に埋め込むなど、ステルス性の向上を図っていましたが、構造が複雑になったり、制御が非常に難しくなったりという問題があり、ステルス化において大きな課題でした。それを克服するための技術がプラズマアンテナです。プラズマアンテナは、アルゴン、水銀の混合ガスを封入したガラス管と回路から構成される装置となります。この装置によりプラズマを発生させたり、消失させたりすることで、アンテナの役割を与えたり、ただの誘電体としたり、切り替えることが可能となります。アンテナとしての役割を担うプラズマを発生させるオン状態の場合は、電波を発信することも受信することもできますが、プラズマを消失させたオフ状態の場合は、電波を発信することも受信することもできない状態になります。これは、オンの状態の時は、電波の反射が生じることになりますが、オフの場合は、電波が透過するために、電波の反射が減少します。つまり、敵の電波に捉えられたくない場合は、オフにしてステルス性を高め、必要な時だけオンにするという技術となります。この技術は、平成29年に試作したプラズマアンテナで RCS 計測を実施し、低減効果を確認したと公表されており、次期戦闘機 FX では試作品よりブラッシュアップされ、高性能になったプラズマアンテナが採用される可能性が極めて高いです。従来のアンテナに対して、低周波以外ではオン状態でも RCS は減少している上に、オフ状態ではさらに減少しており、ステルス性向上に非常に効果のある技術となります。今回、防衛省が提携先に選定したロッキード・マーティン社でも、このプラズマアンテナの研究は進められており、低周波の電波を送受信中でも、RCS が低減できるアンテナの試験なども行っているようです。もしかしたら、ロッキード・マーティンの技術も採用されるかもしれません。いずれにしても、次期戦闘機 FX に搭載されるのは、間違いないと思われます。次にメタマテリアルです。
これは防衛装備庁では次のように説明しています。金属等の導電体を電磁波の波長以下の間隔で周期的に配列した構造とすることで、自然界にはない電気的性質を有する構造体である。つまり自然界にない電気特性を持った新素材により電波反射の低減を実現するということになります。従来使っていた電波反射特性の高い機体構造部品をメタマテリアルに置き換えることにより、ステルス性の向上を図ることになります。実はこの技術と素材に関しては先進技術実証機新進においても実証試験されており、次期 FX においても確実に採用されると思われます。そして最後に電磁波吸収体です。こちらも先進技術実証機新進においてその有効性が確認された技術であり、電波を吸収するセラミックや炭化ケイ素系の素材からなる複合材料です。ぶつかった電波を外に漏らさぬように幾層にも重ねた吸収体内部で何度も電波を反射させて電波エネルギーを奪う素材です。層は複数の素材でできており、電波を素材内部で反射させ続けて熱にしてエネルギーを奪う素材、電波がぶつかった際に生じる電流のエネルギーを奪う素材、電波がぶつかると電流ではなく磁性を帯びる素材を使うことで磁気として電波のエネルギーを奪う方法などがあります。つまり到来した電波を熱、電気、磁気に変換して電波が持っているエネルギーを吸収するのが複合材料による電波吸収体です。複合素材と電波吸収体では日本は世界一の技術を持っており、他の追随を許しておりません。これを機体の中でも最もレーダー反射してはいけない部分に使用することにより、ステルス性能を飛躍的に向上させるのです。先進技術実証機新進においてはコックピット周りは T4 からの流用であったり非ステルスだったりしておりますが、小さな機体であったこと、武装を搭載していなかったなどもあり、RCS が 0.001 平方メートルという数字でした。この数字は F22 に次ぐ数字で、驚異的といえば驚異的であったのですが、次期戦闘機においては、最新のプラズマステルス技術、メタマテリアル、複合吸収材、ステルス形状、コックピット周りにステルスコーティング技術を使用し、F22 の RCS、0.0005 平方メートルを超え、世界一のステルス性能を持った第6世代戦闘機となるでしょう。開発費は5兆円以上が見込まれており、大変な金額ですが、それ以上に高性能なものが出来上がってくると思います。1000社を超える日本企業がこのプロジェクトに参加しており、このプロジェクトを成功させたとき、日本の航空機技術は世界一の水準であることを世界に知らしめることになるでしょう。日本経済にも大きく貢献するのは間違いありません。今回はステルス性能に焦点を当てた考察となりましたが、その他にも随時焦点を当てたものを考察していきながら、次期戦闘機の全体像に迫りたいと思います。次期戦闘機 FX は2024年の試作機の完成、2028年初飛行を目指しています。世界最初の第6世代機となるか、楽しみですね。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.